河村道夫の「大自然丸かじりライフ」今日を生きている人々その日々の暮らしの中身が僕のテーマです料理であったり建築であったり家族のことや畑や花のことそれを支える大自然の営みそして生きるための知恵と心と技それが知りたいのです さて、今日も私と若杉よしこでお送りいたします。はい、えー。皆さんからいろいろといただいております。ありがとうございます。はい。宮崎県延岡市にお住まいの女性の方からいただきました。はい。いつも楽しみに聞いています。ぬかげんで体調も最高。まだまだ仕事頑張っています。はい。玄米軍 ですね。はい。玄米や小麦が本来の主食ということですからね。うん、はい。はい。続きましては、岐阜市にお住まいの男性の方です。ありがとうございます。毎日楽しく聞かせていただいております。家の花壇に敷き詰め対肥を敷いて雑草は少なくなってきましたが、ふかふかして気持ちがいいのか、 近所の猫がトイレの場所として使うようになり、掘り返してしまい困っています。何か名案はないでしょうかといただきました。はいえ。まあ、いろいろな方法がありますけれども、ホームセンターなんかに行くとですね、はい、猫が嫌がるようなマットみたいなものがありますよね。ああ、ありますね。ねそれをこう周りに置いとくとね、そこから入ってこないとかね。それから、木作液。 っていうのがあります。はい。はい。これは、木ですね。はい。えー、山に生えているの木、うんえー。これから取ったものなんですけどもね。木の巣の液と。はい。いうことですけども、説明書があるでしょうから、それに従ってですね、薄めて、ワンちゃんもそうですけどもね。ああ、そうですね。えーえー、電柱なんかにそう、ちょっと薄めて吹きかけておくとですね、うん、ワンちゃんはよっと来なくなりましたね。そうですね。えー、はい。はい、うん。まあ、そうやってこう、いろいろと、 先人の知恵ですからね。うん、あの昔の人はあのイカ釣りなんか置いと出す。ああなるほど。あイカりあるとね。ね、うんえー、猫嫌なんでしょうね。なるほどね。はい、はい、それからあのお漬物用に使う安い唐辛子ね粗引き唐辛子だと。はい。そういうものをバラバラっと巻くという人も、うん、いますね。それも嫌なんですね。はい、うん、はい。その辺のところちょっとねいろいろと実験なさってみて。 さて、えー、おかげさまで江戸絵皿江,江戸記事典 まあ、これはあの、江戸時代のお皿なんですけど、そんな高価なものじゃなくて、当時のね、大衆の人たちが。民衆はですね、食事をしながらですね。食べ終わると、お皿の下に絵があって、この絵はなんだという、え、時を楽しんだわけですね。まあ、そこには古事来歴だとか、え、そういうものが、え、いろいろありまして、まあ、ある意味で生きていく上での。えー。 勉強ができたとんですからまあ,あのだ大事なのは我々が生きていく上においてですね食養生ね、うん、大事ですからそれと、はい、心の養生ですねそうですね、うん、ですから食養生と心の養生というのはですね食事を楽しみながらね江戸の人たちはね で、子供たちはその大人からですね、絵時を教わってですね、うん、いろんな意味をね、覚えていくわけですね。楽しく覚えられるっていうのがいいですね、はいまあ。どんな本かっていうのをちょっと本屋さん行って立ち読みをして、<laughs> あの、デザインは、表紙のデザインは、よしこさんがね。<laughs> あはい。素敵なお皿がたくさん中にも載ってるんですけど、その一枚の絵を、 クローズアップして表紙に持ってきたらどうかなと思ったらその案を採用していただきました。はい、塩ひというお題のお皿なんですけども、まあ人々が塩ひ狩りをね楽しんでるんだけどもハマグリに足挟まれたというそういう絵でございます。<laughs> <laughs> さて今日も私と若杉よしこでお送りいたします。はい、えー、皆さんからいろいろといただいております。ありがとうございます。はい。 名古屋市にお住まいの女性からいただきました。ありがとうございます。ぬかげんは我が家の食卓に常備しており、夫と二人、毎食後にいただいております。小包装なので、旅行に出る時も持っていきやすく助かっています。といただきました。はい ありがとうございます。僕もそうですね。街に出て外食なんかするときにはポケットにね、3袋ぐらい入れて、はいうん、持ってきます。楽でいいですね。はい。はい、続きましては、熊本市にお住まいの女性からいただきました。ありがとうございます。毎日楽しく拝聴しています。自分自身にプラスになることばかりで助かっています。本当にありがとうございます。といただきました。はい。 まあ、あの、基本的なことというのは、大体いい江戸時代ぐらいまでに出来上がってるということですね。衣食住、それから心の持ち方とかですね。はい。はい。で、まあ、それをですね、我々が生まれてきた時にはゼロですから。うん、はい。また、その、同じ悩みを持ったりとか、それを解決したりしていくわけですけども。はいうん、ですから、まあ、恩故知心で、昔の人がどういうふうな答えを出したのかっていうのを知っていけばね、うん、いいわけですね。 そうですね。はい、で、あの、私、その、江戸時代の絵皿の研究をしてますけれども、その絵の意味なんですけれども、はい、それは、絵というのは人が描いた、まあ、心が含まれているわけですね。それでですね、まあ、現代と通じてるんですけれども、あの、お皿にですね、なんか竜のような、まあ、羽の生えた動物がですね、もう空飛んでいるという、はい、お皿の絵があったんですよ。 お顔顔は確かに龍のお顔なんですところがこれが何なのかっていうのがなかなかね答えが出せないんですけれども、えー、それがですね1729年に出版された「あの絵本通報誌」という絵のお手本ですねそっくりなのが出たわけです、はいはい、でそこにこう説明がありましてね頭とか顔は竜の姿だと。はい で「身魚に類あ体,体は魚に似てると」なるほど「おとびに類ス、ポっポはとびに似ている」と「うん、よく雲霧を起こし大雨を降らす」「水は大切ですからね飢饉、はい、というともう雨は降らなかった雨乞いをみんなしたという、ねうんはい。ですからね羽の生えた竜を描いておくとですね その干ばつとかにならないで、五穀豊穣を願ったわけですね。宮殿に描くものなり、まあ宮殿なんかにも描くと。まあそうなんですけども、ところがですね、これ江戸時代に、これ王竜と言われるその竜なんですけども、王というのは反応する王ですね。なるほど。はい。応答するの王。はい。そうですね。王竜と。まあ変幻自在という。はい 日本ではこれ、比流とも呼ばれることが多いんですけども、えー、日本で最も古い商標の一つと言われている、陽明氏のマークは、これなんです。うん、比流で、徳川家康公に献上した後ですね、幕府から、天下御免万病陽明氏と免許され、その象徴として、比流を目印として使用することを許されたのだ、そうでございます。うん、ということで、 この絵皿検索してもらうとですね、えー、パソコンやスマホで見られます。江戸絵皿、立ち読みで出てまいりますんで、はい。特に陽明衆関係者の方に、えー、見ていただきたいと思います。さて、今日も私と。若杉よしこでお送りいたします。はい。皆さんからいろいろといただいております。はい。岩手県花巻市にお住まいの男性の方からいただきました。ありがとうございます。河村道夫さん。 今年もよろしくお願いします。昨年の夏から米ぬかを続けております。妻は例年手に霜焼けが出ていたのですが、この冬はそれがないと喜んでいます。私も通じがよく会長で、されど人生一日一ミリを信じて続けていきたいと思っております。 といただきましたありがとうございますますあ生きていくその基本というのは肉体がね元気であるということがまあ基本ですね、はい、それでね元気でいられると心も元気になりますそうですね、はい、食は元なり体は末えなり心はまたその末えなりはい。 もう先人の言葉ですねそういう教育をなかなかねあの受けてこなかったですけれども理念というのをきちんと知ってるか知らないかっていうのは大きいですよね、はい、ですから体を作っているのは食べ物であるとそれもですね自然にその時に収穫できる旬のもの、はいはい、それと、えー、保存しておける主食となりうる穀類ですね、うん、あそうなんだと。 保存しておくことができるということは主食たるものなんだなと。ですからまあお米なんかも小米とか9米がある,あるというのは、まだ命がずっとあるわけですからね、玄米だと。はい。はい。で、えー、種ですから、その生命力、その中に栄養的に言えばですね、ビタミン B 群だとか E とかも豊富に含まれている。まあそれを学ぶことも大事なんですけども、基本的には種が主食なんだと。 これはあの、まあ、アメリカの方であればトウモロコシだったわけですね、はいはい、でヨーロッパのほでは小麦と、うん、それを全体をいただく全粒穀類ですね、うんうん、それがまあもう基本なんだと、それとも旬というのはです、ね、旬のものを食べようといろいろ言われますけれども、本来は旬しかないんですよ。本来はそうですね、うんはい、人工的に旬じゃなくなっている場合がありますけれども。 だから、その、旬というのはですね、それこそ、妄、え、想、ー、さんの竹の子、ボリーの親孝行の話じゃないですけれども、はい、要するに、その時に食べなさいよというふうに自然が、あの、お作りになってるわけですね。うん、要は春は苦み、夏は水もの、秋は辛みで、冬は心して油取れと、えー、これも先人の言葉ですけれども、その時には山菜なんだよと。春は苦みと。うん、まあ、そういうふうに、旬の食べ物が健康を、 体を作っっててくれるるようなな仕組みになってるわけです、ね、だから夏のね、ナスだとかキュウリっていうのは体を冷やしてくれるわけですよね。はい。でも冬、体冷やしてくれたら困りますよね。そうですね、はい。はい。えまあそういうことなので、うん、心の養生え、体の養生ということで、まあ,あの生きてるだけで100点満点。はい、そして先人から学ぶ。 でお子ささんにね江戸ののの絵絵皿説明をしててあげてくださいお孫さんなんかに小さい時から聞いたお父さんお母さんおじいさんおばあさんから聞いた話っていうのは残ると思いますんで、はいはい、本屋さん行って「江戸絵皿江戸木辞典」という本が置いてあればですねちらっと見て「ああ村さんいつも言ってるのこ,うこの本なんだと」とどうぞさて、えー、今日も私と若杉よし子でお送りいたします。 はい、えー。皆さんからいろいろといただいております。ありがとうございます。はい。愛知県知多市にお住まいの女性の方からいただきました。ありがとうございます。河村様、若杉様、はじめまして。この放送を聞いて以来、この番組の虜になり、早一年。ぬかげんを食べ始め、とても体の調子がいいです。5年前に、 肺がんになり自分の体に自信をなくしましたがお二人の優しい会話に癒され少しずつ元気になりましたいつまでも続けてほしい番組ですありがとうと頂戴しましたはいこちらこそありがとうございます食べるものというのは非常に大きいですからね、はい、そうですね健康になるためには、まあ、体は食べ物で作られるわけですから、はい 江戸時代の人たちが食べていた食事をですね、うん、まあ、昔の人たちは玄米を食べてたわけですから、はい、え何らかの形で玄米軍を取るというのとですね、えー、江戸時代の人たちの、えー、心の持ち方ですね。うんはい、まあ、絵皿の話をいつもしてますけれども、原点はそこにあるわけですね。戦争がなかったんです、江戸時代は。そうですね。はい。それにはですね、心を学ぶということが非常に大事なことであって、うん、まあ、家系塾にしてもそうですけれども、 まあ、お皿にしてもそうです。飾ってあるわけですね。で、毎日見るわけです。うーん、河村、うん、さんまた同じようなこと言ってるっていうふうにね、ぬかけんだとかね、ざらだとかね、<laughs> えー、もう、思われるかもしれませんけども、うん、繰り返さないと身につかないんですよね。うん。座右の銘という言葉がありますけど、座右の銘っていうのは、まあ、自分の座ってる右側、まあ、近場に、いつも置いておくと。うん、だ常にあるということが大事なんですね。うん、はい。はい、うん。ですから、まあ、 お料理なんかでもそうですよね、えー。何回も同じことを聞いてると、あ、今日それにしようかな、とかね。うん、そうね今日はグラタンザラで鮭焼こうかな、とかね。はい。もう全然違いますからね、味が。うん、はい。もう、あの、それからですね、もうホタテ貝なんかでも美味しいですね、ホタテ貝はい。ホタテ貝をですね、あの、さっと、えー、湯引きして、まあ、湯引きっていうのはお湯の中にちょ,ちょっとつ、つ、つけるわけですね。うん、沸騰したお湯を切って、うん、そしてその後、冷たいお水でね、冷やすと。 えー、湯引きをすると、霜降りになるわけですね。はい。まあ、湯引き1分ぐらいですね。うんうん、そうすると、ね、まあ、お刺身で食べる、うん、ホタテもいいですけども、もう、湯引きをするだけ、1分間、お湯の中に漬けておくだけで、こんなに、へえー、と。表面は火が通って。 中はまだ生のホタテという、そういうお刺身がいただけるわけです、ね。これも、あの、江戸時代の料理の本の中に出てくるわけです。うんはい、ですから、ま、江戸時代から学ぶというのはね、はい。あの、もう答えは出ちゃってるんです。それを現代人がですね、また同じ悩みをしながらですね、うん、何なんだろうとそれよりか聞けばいいんですね。ああ、先人に聞く。先人に聞けばいいわけです。うん、絵皿を見ながらですね、先人がどういう答えを出されたのかというのをですね、うんええ。 えー、あの東洋画というのは絵の意味が含まれてるんですね西洋画は美しさを追求したものが多いんですけれども、はいうん、お子さんとかねお孫さんなんかにね見せてあげていただきたいんですなぜかというとですね小さい頃の印象っていうのは一番大きいわけですよ、ね、だから寺子屋の教育っていうのが、えー、戦争をなくしたということなんですさて今日も私と若杉よし子でお送りいたします はい、えー。皆さんから色々といただいております。新潟県にお住まいの60代の女性の方からいただきました。今、私がハマっていること、それは若杉さんに教えていただいたさつまいものこと、グラタン皿に1センチぐらいに切ったさつまいもを並べて、オリーブオイルを少し垂らして、 オーブントースターで焼く。今までは買ってきたさつまいも全部蒸して食べていましたが、グラタン皿で焼くやり方は本当に教えていただいて助かっております、えー。本当に美味しいです。ありがとうございました。といただきました。ありがとうございます。はい。よしこさん、うん、もう一度どうぞ。はい。グラタン皿で さつまいもを焼きます。えー、輪切りにして、それをグラタン皿に並べて焼くんですが、えー、輪切りにする厚さは、まあ、1センチ程度でも構いませんし、もうちょっと薄くても結構ですし、もうちょっと厚くても結構です。はい、お好みの厚さに輪切りにします。はい。それをグラタン皿に並べるんですけれども、ま、正気倒し。 状態と言いますか、ドミノ倒し状態と言いますか、はい、ちょっとずらしながら並べて、で、そこにオリーブオイルをタラタラタラとかけて焼きます。さつまいもの厚さによりますが、焼く時間は15分を目安に焼いてもらえればと思います。焼き上がったら、美味しいお塩をパラ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 っとかけていただくと、たまりません。<laughs> はい。<laughs> そういうお料理です、はい、これね、さつまいもばかりじゃなくてジャガイモも同じ要領でやると美味しいですね、はい、かぼちゃも美味しくいただけます一つ知れば一つ楽になるです、うん、はいということであのよしこさんがデザインしてくれた表紙え戸江皿江戸吉辞典ですけれどもはい。はい あの、いずれ、お料理のね、えー、本も出したいなと思ってるんですけれども、えー、その時の吉子さんのイラストをね、ざーっとこうね、並べていきたいなと思ってるんですけども。はい、ありがとうございます、はい。ホームページありますんで。はい、えー、江戸江皿、立ち読みで検索してもらうとですね、立ち読み無料です。それとあの、娘のジュリがですね、まあえー、この番組昔ね、一緒にやってましたけども。はい、インスタグラムとかですね、そんなのをやってますんで、うん、そっちの方でもあの見られると思います。はい。えーもう 一族老党でやってますんで。<laughs> でもそうですよね。また次の時代につなげていきたいっていう思いでみんなでやってます。まそうですね。だからまあ、あの、娘たちがね、京都の西人の家でですね、その絵皿を飾ってですね、うんえー、そして皆さんにこう見てもらえるという、そういうことをしたいな、なんて。30年間の実績を持つ、米ぬか健康食品、ぬかげん。米ぬかには参加しやすい弱点があり、 研究を重ね生まれたのがぬかげんです。ぬかげんの買い求めは薬王堂スーパードラックアサヒハッピードラックで今日の話はいかがだったでしょうか。誰でも少しは悩みながら生きているもの、されど人生一日一ミリ。番組をお聞きになってのご感想、ご意見、ご質問、どんなことでも結構です。お便りお待ちしております。 おしゃべりは川村道夫と若杉よし子でした。